に源馬健太郎君。以上。源馬健太郎君。立憲民主党の源馬健太郎です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。まず森山大臣に伺いたいと思います。先ほど藤岡議員の方から、30分以上時間があるので、再度ですね、選挙この前の選挙の際に旧統一教会関係者の皆さんが電話かけをしたということはあったかどうか事務所に確認してくださいということがありましたけど、確認していただけましたか。文部科学大臣森山雅人君。地元の事務所、そして議員会館の事務所、これも聞いておりますけれども、そういった事実は確認できておりません。源馬健太郎君。先ほどと一緒の答弁だと思いますが、大臣はたびたびこれまでですね、選挙依頼をしたことはないと、そういう事実はないと、断言をされ、で一方で、この電話かけとか選挙の応援はしてもらったという事実は確認できなかったというご答弁、一貫されていると思うんですよね。だから、自らがお願いをした事実はないと、これだから事実がないわけですよね。だけど、選挙を応援してくれたか、電話かけしてくれたかということは、確認できなかったという趣旨なわけですよね。ということは、例えばですね、確認できてない範囲で、電話かけをしてくれてたりとか、こちらからお願いしてないけどしてくれてたりとか、そういうことはあり得るということですね。文部科学大臣、森山雅人君。それは私どもの、把握しない範囲外で、把握している範囲外で、いろんな方がいろんな活動をしてくださっているのかもしれませんが、それについてはもう分からないとしか答弁できません。源馬健太郎君。ですから、報道で、電話かけをしていたということがあって、そういう報道があってですね、そういう事実は、うちとしては確認はできなかったけど、可能性は否定できないと、こういうことでよろしいですね。そうだ。ということ。文部科学大臣、森山雅人君。こちらがその確認できないことを否定しろと言われましても、ちょっとこれは私どもにはできないとしか答えようがありません。源馬健太郎君。いろんなことそうだと思うんですけど、そういう場合は可能性は否定できないと、いうことだと思うんですよ。それでよろしいですね。文部科学大臣森山雅人君。そのように決めつけられるということに対しては、正直いかがなものかと思いますが、我々としては私たちが分かりうる範囲では調べましたけれども、そういったことについては分かりません。源馬健太郎君。例えばですね、いろんな方が選挙に応援に来てくださると思うんですよ。でその中に、ボランティアとして電話かけをしてた方が、旧統一教会関係の方もいらっしゃったという可能性は、あるということですよね。それも全部調べて、いや、なかったと言い切るのか、それともボランティアの人、応援に来てくれてた人の中には、その関係者の方がいて、やってくれたかもしれないと、そういうことじゃないですか。文部科学大臣、森山雅人君。これは先生の事務所でもある程度そうじゃないかと思いますけど、選挙の時に限らず、いろんな方がお見えになります。そういった方に、あなたはどういう団体に所属をしている方ですかと、いちいちお伺いするというのは失礼なことではないかと思いますので、どういう方がその選挙の期間に限らず、私どもの地元事務所、あるいは議員会館の事務所にお越しになっているのか、それを詳細に把握するということは、これは不可能でございます。源馬健太郎君。詳細に把握するのは不可能であるから、そういう可能性はあるということだと思います。で、我々がなんでこれ、たびたび聞くかというとですね、当初、大臣は、応援してもらって、会合にも1回しか出てなかったというふうに言って、報道が出てくると、写真があるならそうだったかもしれないと言って、その次は、記憶なかったけど、うすうす記憶が出てきたみたいな話をされるので、本当にどうなっているのか分からないから、断言をできないんではないかということなんですよね。だから可能性は、あるということだと、今、ご答弁でも、思いました。で、ちなみにですね、記憶がなかったりする、大臣ですけど、
旧統一教会とこれから対峙していく際にですね、記憶が途中でなくなってしまうようなことってないと断言できますか。文部科学大臣、森山正仁君。心配だ。今後精一杯努力をしていくつもりでございます。源馬健太郎君。いや、まあ努力をしてもなんかスポット途中だけ記憶がなくなる大臣のようですので、いや、まあそういうことを思ってもですね、この旧統一教会と対峙していくのは大臣では難しいんじゃないかと思います。で、これまでもその、まあ、推薦例の集会ですね、写真が出ている地元の有権者から案内があったというふうにご答弁されてますが、この地元の有権者というのは旧統一教会の関係者ですか。文部科学大臣、森山正仁君。私どもの方ではそういう認識はございませんでした。ただ単に、まあ、これまで何回か、会っている地元の有権者という意識でしかございませんでした。源馬健太郎君。お配りした資料のですね、4ページ目、4枚目、この、まあ、確認書を持って大臣が写真撮られているんですが、この左側の、大臣の左側の方ですか。その地元、文部科学大臣、森山正仁君。この4枚目のことです。その顔をぼかしておられますので、ちょっとよく分かりませんとしか答えられません。はい、源馬健太郎君。じゃあちょっと確認していただけますか。いや、秘書の方にその地元の有権者の方が電話をしてきて言ったんですよね。だからそれ誰からの電話かっていうのは分かってるわけですよね。この写真見してその方かどうか確認していただけますか。文部科学大臣、森山正仁君。ちょっとこのぼかした写真だけで確認しろと言われても、ちょっとそれはうちの秘書もよく分からないと答えてくると思います。源馬健太郎君。まあ、大体でも知ってる方なら分かると思うんですよね。まあ、一応確認してみてください。で、午後に鈴木陽介議員がまた質問立ちますので、それまでに確認してみてください。まあ、この方は週刊新潮に名前載っている方ですので、まあどなたか、ね、ちゃんと確認をしていただきたいと思います。で、さらに、この5ページ目ですね、頑張ろうされている写真、ここに写っている方、まあ、ぼかし入ってますが、どなたか分かる方いらっしゃいますか。文部科学大臣、森山正仁君。マスクをしているのが私だろうと思いますが、その他の人については分かりません。源馬健太郎君。まあ、マスクをしてても、マスキングをしててもですね、まあ、知り合いなら分かると思うんですね。で、私ちなみに地元の方に、大臣の地元の方に確認をしました。で、この5ページ目の頑張ろうしている一番右側の黒いスーツの方、市議会議員ではないかと、地元のですね。で、隣のグレーの方が県議ではないかというお話でした。これも確認していただけますか、昼までに。文部科学大臣、森山正仁君。これだけで分かるかどうかは分かりませんけれども、地元の秘書に確認いたします。源馬健太郎君。この市議会議員ではないかという方はですね、22年の5月に、まあ、こういうニュースがあったんです。神戸市の職員が旧統一教会関係の、式典に出たと。で、この市議会議員が頼んで、この市の職員に出席をしてもらったと、まあ、これ、ニュースになりました。で、その頼んだ、まあ、ですから、まあ、もう関係が深い市議会議員なんでしょうね、その大臣のご地元で。その方ではないかということでしたので、まあ、そうだとすると、こんな県議と市議と一緒に並んで、しかも市の職員まで誘ってしまうような旧統一教会と深い関係の方とですね、しかも垂れ幕には、世界平和連合とも書いてある、まあ、こういう深い関係、まあ、総支部を挙げて深い関係を持っていたということになりますので、まあ、ご本人に直接確認してもいいんじゃないですか。地元の人だけではなくて、ご本人に、まあ、分かりますよね、どなたのことか、ニュースになってますので、実名も出てますので、その市議会議員の方に、これ、あなたですかと聞いて、確認をしてください。で、午後2時20分から、鈴木議員が質疑しますので、その際に答弁をよろしくお願いいたします。文部科学大臣、森山正仁君。はい、そのように努力いたします。
現場健太郎君。はい、じゃあそうしてください。で、まあ、このさすがに会場費を大臣が払っているということはないと思いますが、まあ、念のため神戸市に勤労会館ですね、利用の状況を知る情報開示請求をしておきましたので、まあ、それのことを伝えておきたいと思います。それから政策協定にもいろいろお話がありました。まあ、破棄はしていないということです。まあ、さっきのご答弁で全ての団体からの推薦状とかもう全て破棄しちゃったと、そういうことでよろしいですか。文部科学大臣森山正仁君。はい、それほど大きな事務所じゃないもんですから、3つきぐらい置いておいて、その後すべて処分したものと思います。現場健太郎君。まあ、選挙の時っていうのは、本当にね、推薦していただくのはありがたいのに、それをすぐ捨てちゃうという、まあ、ちょっと薄情だなというふうに思いますが、まあ、ちなみにどのぐらいの団体から推薦を受けたんですか、前回の選挙では。文部科学大臣、森山正仁君。まあ、大体毎回でございますけど、200を超える団体、あるいは個人もいたかもしれませんが、そういうようなところから頂戴したのではないかと思います。現場健太郎君。そうした団体の政策協定書とか、まあ、推薦確認書も適当に中見ずにサインするんですか。文部科学大臣、森山正仁君。それはケースバイケースでございまして、まあ、前広に十分その、まあ、アポが入るというか、お時間を頂戴して、まあ、そういう団体の、まあ、幹部の人が持ってきて、という場合、そういったものを拝見した上で、まあ、政策協定に署名をしたりしております。また内容によっては、これは私にはできませんということで、お断りしたこともございます。現場健太郎君。まあ、断る、自分にはできないと思ったときを断るということでしたけど、まあ、旧統一教会関係の推薦確認書は、まあ、じゃあ、断らなかったということなんですね。文部科学大臣、森山正仁君。それは先ほど来ご答弁しているところでございますが、まずそのサインをしたかどうかについては全く記憶がございません。そして、記憶がございません。そしてその上で、その昨日でしたですかね、その推薦状の条件として確認、その協定ですか、これにサインをしたのではないかと、そういうふうなお問い合わせでございましたので、そうだったのかもしれないと申し上げたわけでございます。現場健太郎君。それはぜひ分からないなら確認していただいた方がいいと思いますね。で、これ、まあ、他の団体と、まあ、そういう場合によっては断るケースもあるという、まあ、サイン政策協定書、まあ、これは選挙の時推薦もらうためだけなのか、今もやっぱりそれはちゃんと守っていこうということを、まあ、これ他のその推薦した団体も見ていると思いますけど、ということでよろしいですか。つまりそれは生きているということでよろしいですか。文部科学大臣、森山正仁君。まあ、推薦状をいただくところすべてと、まあ、こういう政策協定書を結ぶわけではありませんので、まあ、限られたところだと思いますが、そういうところは中身を見て、そして自分にできる、できない、まあ、そういったことを考えた上で、努力をしております。ただ、まあ、本件の場合には、これも先日来ご答弁申し上げているとおり、すでに旧統一教会関係とは関係を断っておりますので、もうそれについては一切こちらの方でどうのこうのするということではございません。現場健太郎君。他の団体とその応援をしてくれている団体とですね、何とか業界とかでいろいろ団体あると思います。そこと結んだ政策協定書は生きてるわけですよね。大臣はそれを守ろうと今も思ってるわけですよね。そういうことでよろしいですか。文部科学大臣、森山正仁君。それはおっしゃるとおり、まあ、自分でサインをしているところについては、やはり、まあ、契約でございますので、守るというのが当然のことだろうと思います。現場健太郎君。今、大臣がまさにご答弁したように、これは契約なんですよね、合意してサインするわけですから、それは他の団体であっても、まあ、少なくとも次の選挙の応援の時までは、まあ、生きているわけですよ、そういう認識だということでした。まあ、だったらご自分でサインしたその旧統一教会との政策協定書、推薦確認書、これも当然生きてるんじゃないですか。文部科学大臣、森山正仁君。
何度も申し上げますけれども、その協定書なるものにサインをしたかどうかは記憶がございません。そして先ほど来申し上げました通り、すでに我々自民党の議員は関係を断つということでございますので、そういう点ではもう関係を断ってもう守ることはないということでございます。源馬健太郎君。いや、普通に何か契約するときにですね、なんか買い物でもいいですよ、その時契約したけど、まあ、もう関係断つからって言ってそれがなしになるなんてことはありえないんですよ。本当に関係を断つならちゃんとそれ破棄してくださいよ。サインしたのかどうか確認して、そしてそれを、まあ、もう仮にしてたんだったら関係断つなら破棄すると、それやっぱりやらないと、契約してるんですから、大臣さっきおっしゃったように。そうだ、それ午後の2時20分までやってください。お願いします。文部科学大臣森山正仁君。まあ、先方がどう思われるかどうかは別にして、まあ、契約をこちらの方から一方的に破棄したということではないかと思います。そしてその確認しろということでございますけれども、すでに私は当該関係団体と関係を断っているということ、そしてさらに現在旧統一教会の解散請求を行っている当事者でございますので、そのような関係団体と連絡を取ることは控えるべきであると考え、連絡を取るつもりはございません。源馬健太郎君。いや、だからその任にあらないという、ないということなんですよ。そのもう契約しちゃってる大臣ですから。どうだ、統一教会の代弁だけじゃなくて契約までしちゃってる大臣がなぜその解散命令請求のその後対峙していけるんですか。どうだ、しっかり断ち切らないとそれはできないと思います。どう考えても。どうだ、2時20分までにやってください。それで答弁してください。そしてさらにですね、こういう、まあ、他に推薦を受けた団体とか、まあ、さっきもちょっと答弁ありましたが、ぜひ皆様の声を代弁しますといつも言うっておっしゃいましたよね。お力貸してくださいと。まあ、それは私も分かりますよ。まあ、皆さんそうだと思います。でそれは心のこもっている度合いがどうかは分かりませんが、まあ、きっと言うんでしょう。大臣はそうおっしゃいましたから、まあ、だからこの写真に載ってるですね、この会合の時も報道はありましたけど、そういった可能性まで否定できないわけですよね。それでよろしいですか。文部科学大臣森山正仁君。ちょっと質問のご趣旨がよく把握できなかったかもしれませんが、その、まあ、お目にかかった方々のご要望、こういったものをできる限り、まあ、一つ一つでも実現するよう努力するというのが、まあ、我々議員の務めではないかと、まあ、そんなふうに考えております。しかしながら、この旧統一教会の関係につきましては、すでに関係を断ったということは、先ほど来申し上げているとおりです。そしてまた昨年の10月13日に解散命令請求という行為を行っているわけでございますので、そういう点で旧統一教会側に対して何らかその、まあ、向こうのご要望に少しでも沿うような行動をしているということではないというのは、そういった事実行為を見ていただければご理解いただけるのではないかと思います。源馬健太郎君。そんなこと聞いてるんじゃないんですよ。実際に報道で皆さんの声をどう代弁するか、そういうふうに言ってるわけですから、まあ、しかも大臣は記憶が時々なくなっちゃうわけですから、まあ、こういうですね、で他の団体の時にはいつも言ってると、代弁しますと、力貸してくださいと、まあ、だからこの時だけ絶対言ってないなんて、否定できますか。そうだ。文部科学大臣、森山正仁君。それは先生ご指摘のとおり、まあ、一般的にいつも、まあ、そういうようなことでお願いをしますので、ここで、そういうふうに、まあ、皆さん方のお声を代弁しますということを言っている可能性はあると思いますが、繰り返しになりますけれども、政策協定を結んだかどうか、こういったことについては、全く記憶がございません。源馬健太郎君。まあ、だから言った可能性はあるわけですよね。まあ、せめて代弁すると言った可能性はあるわけですよ。まあ、それもじゃあ確認してください、その地元の有権者に、その方も言ってるわけですから、自分がそういうことを一切言わなかったかどうか、確認してください、2時までに。文部科学大臣。答弁求めてません、それは確認してください。
現場健太郎君。それでですね、その、まあ、被害者救済のために統一教会で対峙すべき大臣じゃないですか、お立場は。まあそまあ、代弁をしたり契約したりする大臣ですけど、でその大臣が、まあ、この前被害者の方にお会いしましてお話聞きました、まあ、がっかりしたと。解散命令請求出してくれたところまでは信じたいと思っていたけど、今回の件を見てですね、まあ、本当にがっかりしたというふうに言っています。で疑問や不安の声もたくさん聞いています。これに答えられるんでしょうか。そうだ。例えばですね、その被害者の方が、まあ、何かの事件の被害者の方が弁護士を雇って信じたいと、だいぶ戦ってくれと思ってたけど、やっぱこの人信じられなくなったと、なんかその相手方と結びついてたことが分かって、だちょっともうやめてほしいってなったら、弁護士、いやいや自分がやりますよって言えないじゃないですか。そうだ。大臣だってその立場にあるわけですよね。自分がやりたくても被害者の方たちがもうやめてくれ、勘弁してくれと言ってるわけですよ。そうだ。どう思われますか、それは。そうだ。文部科学大臣、森山正仁君。結局代弁してるの。それは先ほども申し上げましたが、昨年10月13日の解散命令請求を行ったということをはじめとして、私がどういうふうに今回のこの旧統一教会関係のものに対して対応してきたのか、そういったことをご覧いただければご理解いただけるのではないかと思います。現場健太郎君。これから戦っていかなきゃいけないんですよ。その大臣がその救済してほしいと願っている被害者の皆さんからもう信頼されてない、そして時々記憶もなくなっちゃって、統一教会の代弁をすると約束する、選挙の応援されてた可能性もある、そして契約もしたとご自身でおっしゃった、まあ、そういう大臣には務まらないと思います。しかもこのご答弁、多分文科省の職員の皆さんに作ってもらったんじゃないですか。その職員の皆さんだってやってらんないと思いますよ。そうだ。これから旧統一教会問題に取り組む職員の皆さんが、なんで大臣のこんな答弁を作んなきゃいけないんだと。これも全く影響なく仕事ができると思いますか。しかもですね、記憶があればちゃんと報告をしていたわけですと。記憶がなかったので、これまで自民党に対しても報告しなかったと大臣答弁してますが、まあ、そんなのが通ったらですね、今やっている裏金問題のアンケートも全く意味がないことになります。その時知らなかったと言えば済むということになっちゃうんですよ。だから大臣がここで責任を取るか取らないかは大事なことなんです。この裏金問題のその後についても書かない人多増えちゃいますよ、これじゃ。そうだ。責任どう感じますか、大臣。文部科学大臣、森山正仁君。何度もご答弁申し上げているとおり、その2022年9月の自民党の調査に対しては、当時判明していた同年、2022年3月の会合をまあ、ちゃんと報告をしました。残念ながら選挙戦、実質選挙戦に入っている2021年10月のものについては、私も地元事務所のものも全く記憶がなく、それで、まあ、報告をしてなかったということでありまして、まあ、私どもは作為的にこれを隠したということでは決してありません。そしてまたその後は少なくともこの昨年9月、今のポストにつきましてからは、旧統一教会に対してしっかりとした対応をしてきていると、私は自負しております。そしてまた、その他のですね、例えば今おっしゃっておられる金の話でしょうけど、そういうものに対しての影響というものについては、これは私がお答えできる立場ではありません。それから最後に、まあ、サインをしたというふうに、まあ、おっしゃいましたけれども、そこにつきましては、サインをしたかどうか、記憶にございませんということを再度繰り返させていただきます。現場健太郎君。いや、まあ、だから大臣がここで辞めないということは、本当に大きなその裏金問題にもつながっていくということをご認識いただきたい、そして被害者も皆さん辞めてもらいたいと思っているということです。で先ほど、まあ、何点か、2時までに確認してくださいと申し上げましたので、まあ、それについては真摯に確認をして、後ほど答弁してください。で林官房長官に来ていただきましたが、慎重で報じられた、先ほど質疑もありました、まあ、これまでの説明と違いますが、まあ、もうこれ以上ないということでよろしいですか。内閣官房長官、林芳正君。先ほど、
確認をいたしたところ、記事のようなことがあったということはもう報告したとおりでございますが、それ以外のことは確認をできておりません。いずれにいたしましても旧統一教会および関連団体から選挙活動の支援や寄付は受けていないということでございますが、まあ、今後ですね、まあ、仮に何かご指摘があればその都度適切に説明はしてまいりたいと思っております。源馬健太郎君。まだありそうですね、まあ、だから確認はできてないというさっきの文科大臣と同じお言葉でしたけど、ということは可能性があるということなんですよ。大臣の先ほどのこともそうだったと思います。上川大臣はないですね、アンケートに答えられた以外の旧統一教会との関係は。外務大臣上川陽子さん。ございません。源馬健太郎君。まあ、今日ちょっと配布しようと思った資料で、まあ旧統一教会の、まあ、元二世信者の方からいただいた選挙の時にどういう応援をしているかっていう LINE グループのスクリーンショット、まあ、今日自民党に拒否されましたけど、そういうの残ってるそうなんですよ。みんな応援している議員のところ写真も含めて、そういうのがあるので、まあ、今後出てきたら上川大臣も含めて、まあ、大変だと思います。では森山大臣と官房長官はこれで結構です。それでは、文科大臣と官房長官はご退出して結構です。すみません、それ先にちょっと法務大臣に伺います。ちょっと時間が延びてしまいました。まあ、まさに上川大臣が法務大臣だった頃に、まあ、受刑者、日本 その刑務所でですね、女性の非収容者が出産するときに手錠をつけたまま出産させられているということが分かったということで、当時上川大臣は、まあ、即座にそれは分娩室では手錠を外すようにと通達をしたそうですが、その通達、2014年の通達以前に、まあ、どのぐらいのケースでその手錠をつけたまま出産させていたんですか。法務大臣小泉龍司君。平成26年の通知以前はですね、出産時の手錠の使用については各刑事施設の判断に委ねられておりました。まあ、したがって、法務省全体として網羅的にそれを把握するということができておりませんでした。まあ、言い換えれば、事例においてはバラバラでありまして、実際に出産時に手錠が使用されていた例もあったと思われます。まあ、その現状を踏まえて。源馬健太郎君。事前にレク受けましたが、この通達を出した後もですね、依然、手錠をつけたまま出産させられているケースがあったというふうに聞いています。これヒューマンライツウォッチの皆さんも、まあ、レポートで出しています。まあ、もうこれやめた方がいいんじゃないですか。で、通達は分娩室の中では手錠の使用を控えるということですけど、病院への移送中、搬送中や陣痛室、あるいは出産を終えて分娩室を出た直後から、もうそれはもうその通達の範囲外なので、まあ、通常は手錠をつけているということでした。まあ、これは世界的に見てもその人権意識が低いと言わざるを得ないんですが、まあ、これをですね、まあ、例えば搬送時や分娩室に入る前後は手錠を使用しないという通達に変えたらどうですか。文部科学、法務大臣小泉雄二君、失礼しました。この平成26年通知の後も追跡的に調査を続けておりました。まあ、その結果、令和4年末までの間で6件ですね、通達に違反をして、手錠を使用してしまったケースがありました。まあ、それを踏まえて、令和4年にですね、この趣旨をもう一度、26年通知をもう一度徹底する、それから範囲を広げまして、分娩室の外でにおいても、子どもと接する場合は、抱っこしたり、沐浴したり、おむつを替えたり、授乳する、まあ、そういう場合は手錠を使用しないことというのを入れまして、令和4年から、まあ、今実施しているところでございます。そうすると隙間ができますよね。その子どもに接していない分娩室の外、あるいは直近で、でも子どもには接していない、そこ隙間できる、おっしゃるとおりだと思います。まあ、そこはまず刑事施設の基本的なその責務をベースに置きながら、先生のご指摘もありますので、適切な対応というものを考えていきたいというふうに思っております。源馬健太郎君。まあ、通常その法律によるとですね、手錠することができるということは逃走する可能性がある、自傷または他人に危害を加える可能性がある、あるいは設備や器具を
損壊する可能性があるときに限られているわけですね、日本の法律でも。まあ、出産直後、出産して直後になんか手錠かけたりですね、あるいはその陣痛が始まっているのに手錠かけたりするのは、まあ、これ国際基準から見てもおかしいので、まあ、ぜひ通達出し直していただいて、ちょっと人権に配慮した対応をしていただきたいというふうに思います。法務大臣もこれで結構です。ありがとうございます。では法務大臣に対して結構です。最後に外務大臣に、伺いたいと思います。ちょっと最初いくつか飛ばしまして、配布資料のですね、9という数字が書いてあるページですが、まあ、直近2回のカンボジアの国民議会選挙の、結果を書いてます。まあ、ご存知の通り前々回の2018年の選挙の時には、与党が野党を、まあ、解体して実質与党しかいない状況で選挙をやって、まあ、全議席を独占したと。で、去年行われたその前回の選挙も、まあ、事実上最大野党を、まあ、解体させ選挙に参加できないようにして、まあ、5議席だけ野党が取りましたが、あとは与党が独占するという状況になりました。で、これを受けて、まあ、アメリカやヨーロッパなんかはですね、非難しているわけですよ、これ、民主化に逆行すると。で、例えばアメリカは選挙は自由でも公正でもなかったというふうにして、民主主義を弱体化させた人物へのビザの発給停止したりしています。日本はこれまで、この2023年の選挙について、何の声明も出しておりませんが、大臣のご認識、伺いたいと思います。外務大臣、上川陽子さん。健全な民主主義社会の構築におきましては、国民が多様な意見、これを表明しうる環境が重要であるというふうに考えております。そうした観点から、2018年および2023年、お示しいただいたカンボジアにおきましての総選挙、この環境が十分なものであったということについては、言い難く残念であったというふうに考えているところでございます。源馬健太郎君。それは国際的にやっぱり発信した方がいいと思います。日本はこれまでですね、これも事前に教えていただきましたが、1990年代からカンボジアの民主化支援のためにですね、およそ36億円を投じてきたわけですよ、ODA で。今も本当に国民生活大変な中で、でもやっぱり世界民主化を応援していこうということで、これだけの額を払ってきた。まあ、それが今現在、こういう結果になってしまっているわけです。で、今年はまあ国際協力70周年で、まあ、大臣も外交演説の中でいろいろおっしゃってました。まあ、ちょっとあり方見直すべきだと思いますが、いかがですか。外務大臣、上川陽子さん。どのように、日本の意見、あるいは評価を表明するかということについては、その時々の外交的な判断になるというふうに考えております。先生の今のご指摘については、そのような視点ということについても、その中の一つであるというふうに認識をしております。源馬健太郎君。分かりました。で、2月5日の新聞報道、まあ、これ、ちょっと違う問題ですけれども、新聞報道で、2020年に外務省の公電が漏洩していたんではないかということを、まあ、米側から警告をされたという記事がありました。これは事実ですか。外務大臣、上川陽子さん。今のそのご指摘の報道については承知をしているところでございますが、案件が情報セキュリティに関する事案ということでございますので、その性質上、それ以上の回答につきましては差し控えさせていただきたいというふうに思っております。その上でということでありますが、サイバー安全保障分野での対応能力の向上、これは政府として大変重要な課題であると認識をしているところでございます。また情報セキュリティにつきましては、米国をはじめとする関係国との情報共有を進めまして、連携を強化していく上でも極めて重要な基盤であるというふうに関係していると思っているところでございます。外務省といたしましても、関連省庁、緊密に連携しながら、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと思っております。源馬健太郎君。この、漏洩していた、ということを
がまあ報道されたわけですが、これはいつ日本政府は知った、把握したんですか。外務大臣、上川陽子さん。サイバー攻撃によりまして、外務省が保有する秘密情報が漏えいしたとの事実は確認されておりません。源馬謙太郎君。秘密情報ではない公電は漏えいしたんですか。外務大臣、上川陽子さん。まあ、事柄の性質上でございますが、情報セキュリティに関するご質問でございまして、今、ここの場でおきまして、これ以上の回答につきましては、差し控えさせていただきたいというふうに思います。源馬謙太郎君。まあ、今のでも明らかじゃないですか、秘密情報は漏えいしていないと断言して、それ以外のこと、それ以外の公電は漏えいしてたんですかと聞いたら、いや、それ以上は答えませんと、漏えいしてたんじゃないですか、きっと。大臣はその外交演説の中でも国民に理解し国民に知ってもらうそういう外交をしていきたいとおっしゃってましたけど、この国会でも それすら答えれないということはですね、情報をこれから守っていけないと思いますよ。公電、これはまあ記事はじゃあ誤報というふうに大臣は認識されてるんですか。外務大臣、上川陽子さん。ご指摘の報道につきましては、承知をしているところでございますが、情報セキュリティに関する事案についてでございます、その性質上、回答につきましては、差し控えさせていただきたいと申し上げたところでございます。源馬謙太郎君。これからサイバーセキュリティについて、いろいろ国会でも議論していくわけですよね。その土台として、事実があったかどうかぐらいはやっぱり国会には明らかにしてくれないと、これから議論できないじゃないですか。秘密情報はなかったということなので、秘密情報じゃなかった公電が漏えいした事実はあったということですね。外務大臣、上川陽子さん。事柄の性質上でございますので、先ほど申し上げたとおり、情報、ご指摘の情報については、報道については承知をしておりますけれども、情報セキュリティに関する事案については、その性質上、回答を差し控えさせていただきたいというふうに思っております。もちろん、サイバー安全保障の分野でのこの対応能力の向上は、さまざまな政府の、政府としての大変重要な課題であると認識をしているところでございます。また先ほど申し上げましたとおり、米国をはじめとする関係国との情報共有、また連携強化、これの上でも情報セキュリティは基盤であると認識をしているところでございます。その意味で重要な課題ということで認識をしているところであります。源馬謙太郎君。これから能動的サイバー防御とかも議論していきたいわけですよね。何があったか、どういう今状況なのか、そういうことを国会にも言わないということは、これ、議論をしていくことができないと思いますよ。そこをしっかり念頭に置いていただきたいということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。これにて、源馬君の質疑は終了いたしました。